ちゃんくん、ポンちゃん、おはよう。朝6時、40分ぐらいまででしょうかね、だいたい30分程度、の日差しがあったんですけれども、いわゆる夜明けですね、今は、マンションの陰に太陽が隠れてジャン君もポンちゃんもここの席から外れています。まあ、なでなでしてくれみたいな形で甘えていたりするんですけれども、マンション待ちです。マンションを過ぎて、どのぐらいかかるかな、これ20分ぐらい経てば出てくるかな。7時を回るまでは、太陽がこちらを日差しとして差さないということですね。また、マンションを過ぎた頃みんな集まってくると思います。太陽を待ちきれずにジャン君はここに戻ってきました。もうちょっとだね、あと10分か。だいぶマンションの周りが光ってます。もうちょっとだから我慢してね。おや、移動ですか。やっぱりジャン君は先にこのプリンターの方に日が当たっているのを知っていてですね、こっちに移動しました。でももうすぐ当たるよ、さっきのところ。また移動してね。ポンちゃんの方がこっちに来ました。今やっと日が当たり始めているのでこれからポカポカすると思いますよ。おばあちゃん、絞りだね。まあだいたいいけてんじゃないかな。こっちのカメラの方が割とこうラフなスタイルなので、精度の高いカメラの方が困るね。
ワンちゃん、あったかいね。はい。うちのお兄さんを選んだところね。ワンちゃん、あ、お尻が少し温まってきた。これからどんどん日が高くなってくるからね、もうちょっと待ってね。もっちゃん、入れ替わりでーす。ジャン君、ポンちゃんがここを温めてくれてましたよ。ジャン君、そしてポンちゃんは、ポンちゃんの方がこっち定位置だもんね。はい、ジャン君、いっぱい日が当たって、あ、もうあったかい。ここギタリストに見えるかな。遊び好きなんだね。
遊ばないの？ワンちゃん、砂をかけましょう。ワンちゃん、おしっこはよくできました。
チェーン、あなたが砂をかけないからみんなでサポートしてますけど、はい、よいしょ。